おお、オッケーオッケーオッケー。どうかな。あれなんかめっちゃハイローになってる。ユウジ選手素晴らしい342ヤード。おお、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。もちろんです。もう一枚、はい、もうワンショット。私もはい。その役割が果たせてたら嬉しいですね。うん、あ、いやいや、もう嬉しい。まあ、僕のもうね、唯一の特技なんで、ゴルフの中では。みんな、スコアはもう勝てないし、飛距離もね、勝てないんだけど、まあ、ただね、あの、僕の中での一番の武器は飛距離なんで、まあ嬉しいね、そうやって言ってもらえたら。あ、うわー、でも。ドラゴンパーソナリティ、よろしくお願いします。お願いします。めちゃ寒い。めちゃくちゃ寒いな。準備運動してたのかな。おわー、惜しい。くー、あー、でもちゃんと触れてるな。寒いよ。よいしょ。よし。オーケー。これはいいんじゃないか。入ったかな。入ってる入ってる。入ってる。入った入った。よしよしよし。割といい当たりでした。いい、いい当たりだった今。安心した。よいしょ。おーしょ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 し。おお。右ね。これはちょっとダメだな。やばい。右行っちゃったか。MC。もう少し低くしたらダメなのかな。よし。あー、ちょっと あんな高い球打てんの。すごくない。やばいやばい、時間がまだあるか。まだあるまだある。よし、ちょっとじゃあ落ち着いて。寒い、めっちゃ寒い、うん。おお、惜しい。もうちょいか。なんかもうちょい。なんだろうな、ドレス離れてもいい気がするけどな。よいしょ。18秒。あー、うわ、戻ってくるかも。多分高い球選手権なら相当いくんじゃない。310オーバー1個あったんで、すっごい血まみれ。血まみれ。血まみれです。クラブが怪我してます。いやー、どうだろう。まあさすがにでもこのちょっと上げが入ってるし、この寒さなんで、さっきの記録は越せるか分かんないけど、ただもう一個上に上がれる可能性はまだ、うん、ね、うん。寒いんだよな。寝てます。この子は多分ね、あったかいと思うよ。ママにくっついてるから。ただママが寒いよ。かわいすぎる。やばく、肌白い。あ、来た。あ、おお、お、おし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 、すごくない。この組はね、この組の中ではとりあえず。おお、よしよし。ユージさんのドラゴンデビューっていつでしたっけ。去年。去年ですよね。去年初めて。最終ファイナル。そうでしょう。自力で、ありがとうございます。自力で掴み取った、ここまで。
すごくない？うわやばいやばい。すごい。あ、でも逆にじゃあ結果が出たらどの道連絡トップ通過。お、すごくない？この環境で。また終わりました。この環境で。え、優勝するのどうする？優勝するよこれ。いやいや、わかんないわかんない。落ち着こう。ちょっとあの、あ、ウォーミングアップさすがにしてください。そうね、ちょっと温まんないと。はずはず、ここでちょっと豊永さんやめてよ。いやもう本当に、しかも今日初めてあの前にいるんで、いつもずっと僕はあの後ろにいたから見てなかったんです。プレッシャー感じちゃう。さあここで一気に限界突破なるんでしょうか。若きノアゾンアーティストユージー。よろしくお願いします。確かにね、同い年だから若きって言ってくれたけど、夕闇迫る中、どんなボールを見せてくれるんでしょうか。高橋選手、豊永選手、優位選手、レディーゴー。もう高橋からスタート。優位選手、左、そしてジャングルゲームスタート。ひー、やっぱ寒さがだいぶ影響するね。そうですね、心は熱く。おお、いい音。センターから右のヘイト、外れてるね。今のところ来てないね。あー、わかった。くー、力抜かなきゃダメだ。ちょっと力、あ、これもファール。くー、左奥岡、いい選手。みちみち。残り1分で新たな奇跡が生まれるんでしょうか。今はあと1分か。ヘリットにはボールはない。いい音した。あー、点を置いた。おー、見えないが。おー、あと別所、左奥岡、いい選手。右手離れた、ターゾン。入ったよね。あ、全体計310品。そこからね、ライが悪いんだよな。右サイドギリギリはタースでジャンプ歩き。高いボールはどうだったか。おお、いい音した。どうでしょう、今の会話って。高橋、豊永選手、優位選手。あ、失礼して。そして今の会話持って、高橋選手、どうでしょう。最後のはどうでした？入ってる？あ、微妙ですか？見えなくなった。ありますか？一応当たってはいたんですけど、入ってればな。俺も見えなかったんですよ。いや、あのね、芯は食ってたんですけど、多分ちょっとね、当たったのが死んだけど、擦り気味だったんですよ。ちょっと老けた気がして。ありがとうございます。高橋選手312ヤード。手前優里選手300飛んで9ヤード。優勝、池田選手、おめでとうございます。でも2位3位第2位、高橋選手。第3位、優里選手。おー、ありがとうございます。嬉しい、すごい、3位、すごい、よし、あ、表彰式に呼ばれる。うわ、すごい、あ、お金も出る、ガソリン代出たよ。記録なし、よし、よし、ひとまずじゃあこの大会はお疲れ様です。僕の勝ちでいいのかな。乾杯です。いやいやいや、やめて、ここはね、あの同い年だし。いやいや、これはもう実力の
まさかのファール。いやもうこれがだから逆に言うと今回ドラコンの面白さを伝えられましたね。あのこれまあ本当にあのごまするわけじゃなく飛距離で戦ったらマジで勝てないんだけど、ただドラコンの面白さっていうのはこうポテンシャルの違いがあっても大会の環境とかね、その時のシチュエーションによって大きく変わるんで、こういうことが起こるんです。やりました。悔しい。言うても世界16位だからね。そうですね。またちょっと特訓してください。はい、もうぜひ。お疲れ様でした。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。終わりました。やめて、やめて。ありがとうございます。まあ、敗因っていうか、まあ、表彰台に上がれたんで、ぶっちゃけ嬉しいんですけど、ただ、自己反省をするのであれば、寒さ。もう本当に寒くて、ちょっとだからやっぱり前半からこうね結構エンジンかけて頑張って筋肉温まってたんだけど、午後のあの冷たい風が今もそうですけど結構ね冷え固まっちゃって、だから多分そういう調整もうまくできるのが多分まあプロとして頑張ってる人たちとの違いなのかなと。コンディション調整ね。いやこれでも新しい課題がここまで残ったことがなかったんで、そういう課題もあるんだねドラゴン大会って。